日本鹿児島県薩摩仙台市統合町、鳥丸統合町鳥丸は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩国薩摩軍統合鳥丸村、薩摩郡上統合村大技、鳥丸、薩摩軍統合町大技鳥丸。郵便番号は895-1103。人口は360人。世帯数は154世帯。面積は14.21平方キロメートル。 薩摩仙台市の西北部、日渡市川上流域に位置している。阿佐駅の北方に、薩摩町白屋、南方に、東郷町の淵、西方に、東郷町、四市,市の東郷町、藤川東方に、東郷町山田が接している。阿佐駅の西端を、鹿児島県道46号阿久根東郷線が南北に通っており、沿線には、 薩摩仙台市立鳥丸小学校がある。中央部を南北に川札広域農道が通っており、薩摩町や薩摩仙台市内方面へ接続している。障子は、辻岸、角田、君が、原、平田、平野、東園、三門、田島前、三部、佐酒田県、平城城、鍋が酒、上鍋は佐間、補佐次は、大津の、下河原、上園、山の酒、 元王、原、ト井ウレ、瀬戸口、小田原、ソロクソウ、丸岡、栗瀬戸、下ゲ屋、上戸屋、野中、上河原、通山、底山、父が屋敷、湯のもと、竹下、五南堂、池川内、桜が、佐古、田浦、浦高長浜、主藩、石のもと、おじょした、ほらき、竹佐子、矢倉木の段、黒、新田、た、おしながや うと、湯のさこ、おしこつっぽがある。鳥丸という地名は、南北長期より見え、薩摩国統合のうちであり、略王四年の渋谷千松丸主重心上の書面の中に、薩摩国先号内、鳥丸村という記述があるのが鳥丸という地名の初見であると考えられている。江戸期には、薩摩国薩摩軍統合のうちであった。村高は、 天保豪町では2 3二国余り、休校給料では419国余りであった。1889年に町村制が施行されたのに伴い、江戸期の鳥丸村は上東豪村の大技、鳥丸となった。1952年に上東豪村が名称変更を呼び即日調整施行したため、東豪町の大技となった。2002年7月16日に、 失神の技、沖田の一部を自東園に編入した。2004年10月12日に、東郷町が川内市、日脇町、入木町、稽道院町、里村、上古式村、下古式村、鹿島村と共に新設合併し、薩摩仙台市となり、大あざなは、従来の大あざなに、休日対名を冠したものとなり、薩摩仙台市の大あざ、 東郷町鳥丸に解消された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。東郷鳥丸郵便局私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。